今月5日、射水市の海老江海浜公園で富山湾の魅力を感じてもらおうとイベントが開かれました。富山新港開港50周年を記念した富山湾ふれあいビーチフェスティバルです。イベントではまず朝のビーチクリーン作戦から始まりました。海岸清掃には地元の人や県内の企業からおよそ500人が集まり、富山湾を世界一美しい湾にしようと海岸に落ちているビニール紐や枯れ枝などを一つ一つ拾い集めていました。ちょっとすがすがしい感じになりましたね、はい、これをずっと維持していけたらいいなと思いますけどね、綺麗なまんまで。そして海岸清掃の後、水分補給をするために配られたのは、夏といえばこれ、スイカです。その名も給水ステーションならぬ給水カーステーションです。はい、スイカは水分やミネラルが豊富なため熱中症予防に効果があるとされていて、この日は800食分のスイカが用意され来場者に振る舞われました。美味しいです。3個目、スイカが熱中症予防対策に効くってことで、まあ、スイカの方をまあもうちょっと食べていこうかなと今思いました、はい、イベントではこのほか開港して50周年となる富山新港の歴史が書かれたパネルの展示なども行われ、参加者は富山の海の歴史と魅力を再確認していました。海と日本。